どうも、大輔です。今回ですね、このペンドルトンの、トレイルシャツを紹介、レビューしていきます。まず、このペンドルトンというブランドの紹介ですけども、詳しい内容は、概要欄に貼ってますので、そちら見てください。大雑把に、1863年でしたかね、創業で、アメリカのオレゴン州に、自社の工場を持っているブランドですね。その自社のブランドで、この、ウールの素材だったり、素材を作っている工場があります、ね。その、100年以上の歴史と伝統のあるブランドはですね、昔、アメリカ軍の毛布とか、寝袋とかを製造、テントの布もですね、製造していました。で、今回、紹介したのはウールシャツなんですけども、それ以外にもですね、ネイティブ柄、ネイティブアメリカの文化をモチーフにしたブランケットとかも、すごく有名です。その、ペンドルトンのデザイナーさんたちが、ネイティブアメリカンの人たちに、話を聞いたりして、伝統や、そのネイティブアメリカンの伝統だったり、その神話デザインを教えてもらって、ペンドルトンの毛布とかに、デザインとして使っているのが有名ですね。あと、古着屋さんでもよく見ると思います。ペンドルトンのこのタグとか見てもらったら、もしかしたら馴染みがあるかもしれません。数十年前 そのペンドルトンのシャツを見ることもあると思うんですけど、多分、そんなに状態が悪くないんですよね。状態がいい、高品質で耐久性があるってことも、そこからもわかるかなと。そういったブランドです。では、このトレイルシャツの特徴とかポイントを紹介していこうと思います。このトレイルシャツはですね、もう一つ有名なロッジシャツってのがあるんですけども、今回僕が買ったのはトレイルシャツです。ロッジシャツもトレイルシャツも両方ともすごく人気のある商品ですね。まあ、いろいろ柄とか、このチェック柄とか、チェックがない柄もありますけども、どちらとも、ウールシャツで、人気がある商品ですね。で、ウールシャツ、使ってる素材がですね、このアメリカの、オレゴン州産の羊、そのピュアバージンウール 100% で作っているシャツなんですよね。でも、ピュア、バージンウールって何なのかっていうことなんですけど、今までに一度も毛を刈られたことのない羊から取れるのが、最初のウールがバージンウールなんですよね。なので、貴重な、素材とされています。で、2回目以降に刈られたウールよりも、その、バージンウールの方が保湿性だったり、ほこりに強かったり、匂いに強かったりっていうのが、ピュアバージンウールですね。で、着込むほどに、味わいが増したり、馴染んでくるっていうのが、特徴です。で、しかもウール、この、ペンドルトンのウールなんですけども、これ自宅で洗濯できるんですよね。普通の洗濯機に入れて回すことができるです。もちろんそのタンブラー乾燥はできないようなんですけども、自宅で洗えるというのも一つの魅力かなと思います。で、生地なんですけど、これ、ウールの 9.7 オンスという厚さのウールなんですよね。なので、まあ、着た感じでも僕は思ったんですけど、3シーズン着れます。秋、冬、春と。で、冬だともちろんそのレイヤーして、防寒にも優れてますし、秋、春とかも、その上から軽く羽織って、その、調整ができるような感じのシャツかなと思いますね。すごく、特徴的なのがここにある、エルボーパッドですよね。これがすごくきめ細やくて滑らかなスウェードなんですよ。っていうのが、ニューヨークにあるウルトラスウェード社っていうところのスウェード、まあ人工スウェードなんですけども、ここの、スウェード感がですね、なんか、味があるかなと。で、しかもこの色合いが、この生地、そのウールの生地とスウェードの生地がマッチしてて、なんていうんですか、落ち着いた雰囲気が出てるかなと思います。そして、まあ、見ての通り、ちょっと色合いとか色使いが、なんか落ち着いた感じがすると思うんですよね。全体的に。なので、クラシカルな雰囲気で、そういった落ち着いた雰囲気が好きな人には、すごく好まれるシャツだと思います。あと、細かいところで見ていきますと、この大襟ですね。この襟のところがですね、すごく、ドレスシャツでな感じですごくしっかりして、襟が立つというか、感じでしっかり、その、ダルーンとするんじゃなくて、しっかり襟が立ってるような形で、なんて、シュンとしているというか、
しっかり、襟が立てるっていうことが魅力的かなと。あとボタンがマーブルボタンで柄とマーブルボタンでマッチしているとか、あとここのポケットなんですけど、これは左胸だけのポケットなんですけども、普通のこのスマホが入るぐらいの大きさのポケットと、その横に、ペンスロットルというか、このペンを入れるところがあるのが特徴的かなと。この細かいところですよね。とか、もう一つ細かいところで言うと、この襟の後ろに、この、ウールだけだってやっぱり少しはチクチクするんですよね。なので、その背面に寝る生地なんですよね。を、ライニングとして使うことによって、首の、肌に当たった時に、心地よい、着心地になる。ですよね。それも、そういった細かい点も、このペンドルトンのシャツの素晴らしいとこかなと。で、まあ、ウールを使ってて、素材もいい、デザインもいいってことで、おそらく一生ものとして長く着れるんじゃないかな、というのが特徴です。そして、着心地、ちょっとサイズ感なんですけども、ちょっとここ注意が必要かなと思いました。っていうのも、僕が、一番初めにオーダーしたのが、M だったんですよね。僕、アメリカで M から、まあ、大抵 L なんですけど、ちょっと前情報として、ちょっと大きめというのを知ってたので、M を頼んだんですよね。それでも大きかったんです。なので、なんですか、交換してもらったんですけど、S サイズ。僕今も S、これは S サイズなんですけど、アメリカの S サイズ。サイズチャートはちょっと出してますけども、まあ、カスタマーサービスも良くてですね、電話して、2日後にもう届きました。S サイズが。で、僕は、ジャストサイズで着ます。なので、肩もちゃんと、ジャストに合ってる形。ですけども、ちょっと僕、やっぱり日本人体型ですので、アメリカのブランドで、アメリカの形というか、ボックス型でズドンとした、感じなので、袖も長く、胴回りも緩い感じなので、ちょっと肩を合わせても袖が余るかなという感じの、サイズ感です。なので、もしオーバーサイズに行きたいんであれば、その辺を考慮して、オーバーサイズのサイズ感、袖が長すぎるオーバーサイズ、肩が落ちてもいいけど、袖が長すぎないとか、そういったことはちょっとオーバーサイズで着るんであれば、サイズ感が難しくはなってくるかなと。なので、やっぱりアメリカで、その、ボックス型のズドンとしたっていうことをちょっとイメージしてもらったらいいかなと思います。あと、着心地ですけども、やっぱりウールってことで多少はチクチクします、正直。半袖のシャツを着て腕とかの内側は少しはチクチクします。ただ、まあ、安いウールとか、化学繊維が含まれたものとかの毛とかのチクチク感は全くないです。ただ、やっぱカシミヤとかそういったものの、そのスムーズな、着心地ではないです。ただ、その、肝だった生地が今後着ていくことによって経年変化が起きてどういう風になって着心地が変わっていくのかっていうのはちょっと楽しいかなと思ってます。そして、スタイルですけども、まあ、僕はジャストサイズで着るんですけども、僕なりの着こなしをちょっと見てください。まあ、といった感じで、チノパンだったり、オーバーオールだったり、ワーク系にも合いますし、ちょっとした、アメリカでいうカジュアルな、形で着るのもいいのかなというふうに僕は思ってます。あと、まあ、トレイルというだけあってですね、まあ、キャンプだったり、ハイキング、トレイルに行くときにも着ても、合う、自然に合うというか、馴染むシャツかなというふうに思います。あと、値段ですけども、僕が買ったのが、この、もう正規の値段、アメリカの正規の値段ですと、$159。まあ、約1万8000円ぐらいかなと思います。それが、まあ、セールで買ったんです、僕。で、セールの時期で、$89ですね。約1万円ぐらいで、現行の、シャツが買いました。日本の公式のウェブサイトをちょっと概要欄に載せてますけど、そこで見ると、だいたい2万8600円ぐらいでしたね。なので、シャツ1枚にしてはちょっと高いかなと思いますけども、やっぱり作りとか、ウールとかですよね、素材とか。で考えると、まあ、高いですけども、それぐらいのシャツでもあってもいいのかなというふうにも思います。
ですので、そこはちょっと高すぎるということであれば、まあ、古着屋に行ってですね、いい状態のものが結構あるんですよ。ペンデルトンのシャツがですね。なので、サイズ感と、そのチェックの柄とかが、の好みが合うんであれば、もうお手頃の価格を見つけたら、すぐ買った方がいいかなと、おすすめします。という感じで、今回、このペンドルトンの、トレイルシャツを紹介してきましたけども、僕、本当初めに言いましたけど、ブランケット、もうちょっとすごく買欲しいんですよね。なので、今度セールがあるときは、ぜひ、買おうかなと思ってます。ネイティブアメリカン柄のブランケットとかすごくかっこいいんですよ。で、使っていくうちに風合いが出てくるような感じで、そういった雰囲気のものが好きな人には、ペンデルトン、すごくおすすめ。シャツもですし、ブランケットもですね。というような感じで、最後まで見ていただいてありがとうございます。今回は、ペンドルトンの、トレイルシャツを紹介しました。もしこの動画がちょっと、役に立ったとか、良かったと思ったら、LIKE、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。